こんなところに連れてきて一体何をしようってんだか。我々粒子の伝承によると、この花は世界に最悪をもたらすと言われた。何度も聞いたよその話は。それが事実なら我は貴様をこの場で殺さねばならん。で、だが我はその話に疑問を持っておる。老人たちの昔話を鵜呑みにするようでは、まるで愚劣で下等な人間と同じではないか。何が言いたいのかわからないんだけど、ようやくしてもらえるかな。貴様の力を試してやろう。はあ？この山は忌むべき魔物が住みし山。それらを倒すほどの力があれば、花の呪いを抑えることもできるであろう。我の試練を乗り越えることができれば、貸しておいてやる。努力することだな。待てこら、おい！なんだその取ってつけたような理由は。こんなクソ面倒なところに置いとくな、バカドラゴン。ドラゴンはバカなのか？くそ、めんどくさい。ミカエルはちょっと変わったドラゴンだった。本来粒子は知的で威厳があり、人と関わることを嫌う。しかしミカエルは偉そうに振る舞いながらも、どこか抜けたところがあり、その上人に対して興味があるようでもあった。私はそうしたミカエルのお人よしとも言うべき性格を利用し、自らの目的を果たそうとしていた。ドラゴンのせいだ。ここを降りてぶっ飛ばしてやる。
またか。何か私が悪いことでもしたとでも言うのか。いや、悪いことをしてたな。たくさんしたな。
人に降りてきたようだな。こんなクソ面倒な塔に登らせやがって。登ってはおらんだろ。どっちでもいい。では次に行くぞ。は？次は鳥の国でだな。は？まだ続くの？聞いてないよ。これで終わりだとも言ってはおらんぞ。貴様、詐欺師に騙されるタイプであろう。うるさい！ではさっさと乗れ。